はい、こんにちは。今回は速報的なお話なんですけど、ヒカルさんがですね、ハワイで復帰動画を撮っていたという噂。はい、で、その発端となったのが、相沢祐介さんという方のツイートなんですが、まあ、この方はですね、ハワイ在住のアーティストさんで、テラスハウスに以前出演していたり、あとはフォロワーさんが約1万人ほどいるような方です。その方のツイートによると、ヒカルさんがハワイにいたと。そして、復帰動画を撮っていたということでした。はい。まあ、確実な情報かと言われるとちょっとわかりませんが、まあ、それなりに信憑性もあるのかなという感じです。はい。ここで僕がちょっと思い出したのが、ネクステのハズレなし祭りくじ、PS4100 台ばらまいた動画なんですが、それの打ち上げ動画みたいなものが、禁断ボーイズさんのチャンネルで、アップ以前されたんですけど、その中でですね、まあ、ヒカルさんが、年末にハワイに行きたいと。で、ヒカルの1000万円使い切るまで帰れまてんっていう企画をやりたいっていう話をしてたので、もしかしてその話との絡みもあるのかなとか、で、まあ、他の方のツイートによるとですね、ヒカルさん、ラファエルさん、マエスさんの3人を見かけたということで、で、シャネルとイブ・サンローランに入っていったってことなんで、そうするとその禁断さんとオットワイさんはどうなったのかとか、まあ、いろいろ気になるところがあるんですが、まあ、あくまで噂レベルなので、まあ、こういう話が注目されてますよという、まあ、今回はそういう感じでした。はい、それだけです。まあ、もし気に入っていただければチャンネル登録の方ぜひともお願いいたします。さよなら。